ジュリアン・ハフは、アメリカ合衆国のダンサー、女優歌手。アメリカ合衆国西部にある、ユタ州の都市ソルトレイクシティ郊外のサンディで5人、指定妹の末っ子として生まれた。3人の姉である、キャサリン、シェアリー、マラベスト1人の兄デレックがいる。ダンスが好きな一家であり、熱心な、ボルモン教徒の家庭でもあった。父親は、ユタ州の共和党の元議長であり、 国政でも重要な役割を担っていた。両親の強い勧めで10歳の頃、兄デレックと共に、イングランドのロンドンに渡った。イングランド滞在中、イタリア・コンティア・カデミー・オブ・シアター・アーツに入学、ダンス、歌唱、演劇などを学んだ。いくつかに上るイギリスのダンスコンテストに、参加、15歳の頃、イングランドのブラックプールダンスフェスティバルで行われた、国際ユース並びに、 世界ジュニアで優勝した。約5年余りの月日をロンドンで過ごした後、合衆国に帰国。彼女はラスベガスアカデミーにて芸術などを学ぶ。その後、故郷のユタ州サンディにある公立アルタ高校に通った。同高校卒業後、自らのキャリアをさらに追求するため、ロサンゼルスへと向け旅立った。ロサンゼルスでは、ABC のゲームショーであるショーミーザ・マネーなどいくつかの、 テレビ番組やコマーシャルに出演。やがて、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに出演することになる。2007年5月、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズシーズン4において、ダンスパートナーの日系人であるアポロ・オーノと共に優勝した。ハフは、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズにおける一連の貢献により、2008年度と2009年度のエミー賞にノミネートされた。2008年にリリースされた。 デビューアルバムであるジュリアン・のハフは全米アルバムチャートで3位を記録、カントリーチャートでは1位であった。歌手としてのキャリアを高く評価されたことにより、2009年度のアカデミー・オブ・カントリー・ミュージックにおいて各部門を受賞した。2001年13歳の頃、ホグワーツ魔法魔術学校に通う女学生として映画ハリー・ポッターと賢者の石に出演した。 2010年の映画バーレスクにジョージア役で出演した。2011年映画フットルース夢に向かってではアリエルムウーア役で、2012年映画ロック・オブ・エイジズではシェリー・クリスチャン役で主演している。主演を務めた2013年のセーフ・ヘイブンではジョシュ・デュアメルと共演し、同映画はヒットを記録した。ありがとうございます。